プジョー908ハディファップは、プジョーが製作したプロトタイプレーシングカー。2005年より開発が開始され、2006年に一般公開された。2006年にフランス西部自動車クラブより発表されたクローズドタイプのコックピットの開発を促進する規定により、それまでプロトタイプレーシングカーは、アウディア R8。 R10 に代表されるようにオープンが主流だった中、クローズドボディが採用されている。その大きな理由は、クローズドタイプを採用した場合、コックピット内の温度の規定があるためエアコンを装備することとなり、その分エアリストリクターを拡大できることが決め手である。エンジンは、ルマンプロトタイプ規定で最大に許容された5.5リッターのディーゼルエンジン。エンジン形式は、 V 型12気筒で、バンク角は100度、最大出力は、高潮700馬力、最大トルクは 1200NM である。エンジンマネージメントシステム及びインジェクションシステムは、ボッシュ製、燃料システム開発のパートナーは、トタル、ギアボックスの設計及び組み立ては、リカルドである。最大出力に関しては実際は850から900馬力程度、出ていると言われている。 2010年型のプジョー908プジョー908のデビュー戦は2007年ルマンシリーズの開幕戦、モンツァ 1000km レースである。予選ではフロントロー独占、決勝でも1、3位を獲得し、いきなり908はデビューウィンを飾る。第2戦でも優勝を果たしたプジョーは、ルマンのテストデーで最大のライバルとなる王者アウディを抑えてトップタイムをマーク。 ルマン本線への期待が高まるものとなった。2007年のルマン24時間レースでは、予選で8号車を狩るステファン・サラザンが3分26秒344というダンドップブリッジ下のコーナーが回収されて、以降の最速タイムを記録し、2日目が雨だったという、こともあり8号車がポールポジションを獲得した。迎えた決勝では、 ポールスタートの8号車がいきなり1コーナー先の S 字でポールを飛ばしながらコースアウトし2位スタートのアウディ2号車にトップを譲ることになる。その後も、プジョー勢は不安定なハンドリングでペースが伸びず他のアウディ勢にもかわされ順位を落としてしまう。レースは1年以来の大雨となり明け方までにはアウディ勢のうち2台がリタイアするなど波乱の展開となる中 二台のプジョーは7号車が2位、8号車が3位と表彰台圏内を走行する。しかし、残り1時間半で2位を走行する7号車が、エンジントラブルによりリタイア、残った8号車も同様のトラブルを抱えており、レース終盤にはエンジンに負担をかけないため、フォードシケインでわざと停車し1位のアウディがゴールするまで待つ作戦が取られた。結局、 アウディの1号車が優勝し、8号車が2位となりルマンのデビューレースとしては、まずまずの結果に終わった。しかし、アウディのレースペースについていけなかったことや2台に同様のトラブルが発生したことなど課題が多く残った。ルマン3002年目となる2008年、プジョーはこの年を勝負の年とし、改良が加えられたマシンは前年の2大体制から3大体制となり、 ドライバーも全員が元 F1 ドライバーや現役 F1 テストドライバーという強力な婦人となった。予選では8号車を狩るステファン・サラザンが3分18秒513という前年度のタイムを8秒近く上回り、ユノディエールに死刑員ができて、依頼初となる10秒台に突入するという驚異的なタイムでポールポジションを獲得し、残りのプジョー2台も アウディ勢を大きく引き離して、プジョー勢が予選1、2、3を独占した。決勝レースでは、大方の予想通り、プジョーの3台が変態を組みながら、驚異的なペースでアウディ以下を引き離す展開となる。しかし、レーススターとして2時間後、本命とされていた、プジョーの8号車が、パドルシフトのトラブルにより、長期のピットインを余儀なくされ、優勝争いから脱落。 残された2台のプジョーが交互にトップを改装するも夜間に9号車に乗るクリスチャン・クリエンがトップ走行中にスピン、グラベルに捕まり大きく順位を落とす。さらにプジョー勢はマシンにオーバーヒートのトラブルを抱えピットインごとにクーリングの処置を強いられタイムロスすることになる。その後レースはウェットコンディションとなりこれをもくろんでいたかのように アウディの2号車が1周5秒近く早い驚異的なペースで1位の7号車を、もうつい3分近くあった差は一気に縮まり次の同時、ピットストップで、ついに逆転、アウディにトップを明け渡すこととなる。その後も2台は、激しいレッドヒートとなり、レース終盤に逆転を狙ったプジョーが駆けに出るも、作戦失敗、この年もアウディに優勝を奪われる形となる。 最終結果では7号車が2位、9号車が3位、前者がルマンを完走と前年を上回る結果となったが、圧倒的なポテンシャルを持ちながら、トラブルや雨に翻弄され、ピットでのドタバタ劇など性能では劣るマシンながら、腰た々とレース全体を見据えて堅実な走りをした、アウゲ勢に総合力で下回り、マシンだけでは勝てない、ルマンの厳しさを目の当たりにする、大きな敗北であった。 2009年のルーマン24時間レースで5年連続優勝をしているあリを破り総合1から2フィニッシュを飾っている。なお、これは先代マシンである1993年のプジョー905以来のヒドいツメーカーエンジン搭載車によるルーマン勝利である。2010年には改良型の908を投入、ワークス3台。 プライベーター1台で参戦。予選で上位4位を独占し速さを見せつけたが、決勝ではマシントラブルが相次ぎ全車リタイアし、アウディアール 15TD に王座を明け渡す結果となった。ありがとうございます。